座ってます。目が赤い。なん赤くない、多分光の加減かな。りんちゃんのファンクラブイベント行ってきた。そうファンクラブね、いいね、いいな。ファンの皆さんとこう交流する機会がないので今なかなかいいなって思います。柔道とかあと走ってた、あのそう陸上、そう陸上してました。かっこよかった。サンデー買いました、ありがとうございます。嬉しい。でもそう本当すごいなって思いますよね、オリンピック。本当に選手の皆さんがね、本当このオリンピックのために練習いっぱいして、そうたくさんで、やっとの開催で、でなんだろう、やっぱ絶対緊張しますよね、絶対緊張する。その中でね、そうすごいなって思って見てます。私も全部、私は全部見れてないんですけど、こう一応録画はしててちょっとずつ見てます。昨日は卓球ちょっと見ました。そう伊藤選手とダブル2人でペアで、そう混合ダブルス卓球、水谷選手だ、そう伊藤選手と水谷選手の、感動しました。ちょっと待ってね、タワー、うんー、これかな、タワー。ケンちゃんダバーやってるメンバー多いねさんかな、これがタワーなの。けんちゃんドボンやってるメンバー大稲さんありがとうございます。くまそう、皆さんはオリンピック見た方はどの競技が良かったというか好きでしたか。まだ終わってませんが、そうサッカー、もうサッカーね、フェンシング、ソフトボール、サーフィン、サーフィン、そうサーフィンも見てみたいんですよ。スケボー、スケボーすごかったですよね、若い選手とか。そうか、そう13歳かスケボー、すごいよね、本当にすごい。フェンシングね、ゴルフ、
みんなすごい、ほんとすごい。あ、足がしびれてる。出て出て出て、いた。同じ体勢で足曲げてると足がしびれます。なるほどね。星座、うん、星座、星座みたいな形確かにしてた。うんうんうん。そう、ちょっとじゃあまた話変わると、六本木アイドルフェス明日開催予定で、開催はされてるんですよね多分。あれで、私たちチームメイトが出演はしなくなったんですけど、そうなんですよ、残念なんですが、ぎょうちゃんもね、ぎょうてんゆりなちゃんも感染してしまって、そう、私は今のところ無事というか、今のところ私は大丈夫なんですけど、そうなんです、ぎょうちゃんは心配ですね。でもね、そう、本当にニュースとか見ると感染者増えてるから、本当にみんな気をつけないとだよね。そうそう、ゆいも気をつけてね。気をつけます。おいしいものを食べて元気出そう。そうね、そうなんだよ、夏といえばさ、スイカとか桃とか、あとなんだろう、そうめんとか、うーん、きゅうりとか、夏のね食べ物大好き。夏っておいしいものいっぱいある。それにヘルシーだし、さっぱりしてて、夏っていい、なんか食べ物とかいいなって思う。屋台とかも大好きな、なんだ、屋台の焼きそばとか。うなぎはね食べました。牛の日、土曜の牛の日は食べてないけど、その前の時にそう食べたり、その MV の撮影で差し入れでいただいて幸せをでした。スイカもね食べました。でももうちょっと食べたいな。桃はこれからいただけるみたいで、おばあちゃんから。桃、果物大好きだから、もういくらでも食べれます。桃のね、あの桃を置いて、でブラッタチーズ置いて、でオリーブオイルかけて、胡椒をかけて食べるのがあるんですよ、流行ってるの。それがね食べてみたくてね、食べてみたいの。アナゴ好き、イクラ丼も好き。そう、今言ったのはね流行ってると思う多分。
そう、おしゃれだよね。でもね、桃とさチーズとか合う、まあ合わないことはないとは思うんだけど、どうなるんだろうって最初思ったけど、でもなんだろう、その胡椒もかけたりしてちょっとしょっぱい感じと甘いのがいいんだろうね。合いそう、おしゃれな味がしそう。納豆は好き、健康的な食べ物好き。なんか納豆も好きだし、発酵食品とかも好きだし、あとオーガニックとか、なんかよくわかんないけど、なんか健康的なものとかそういうのいいなって思う。詳しくないけど、そうだからね、オーガニックなお店とか、ご飯が売ってるようなとか、ナチュラルローソンとかそういうのがあると、用がなくてもね、ミニ絶対入っちゃう、絶対入っちゃう。お店で言うとね、そういうオーガニック系とか、あとパン屋さんとかも入っちゃうかも。パン屋さん、あのでも買わないこともあるんですよ。買わないけど見たいんですよ、パン。なんかあの空間がすごい好きで、だからでもその買わないけど入るのってちょっとダメだなって思うから、外から見ますそう、外から見たりする。そう、ちょっとね、買わないで出るのはさすがに、そう、良くないなと思って。うん、パンでも買いたくなる、まあ、買いたいなと思って入るんだけど、結局買わないみたいなことはよくある。そう、なんかね、美味しい食パンとか、食パンとかも好きかな、生食パン。うん、そう、パン美味しいよね、小麦は美味しいよね。全粒粉ね、そう。明太子フランスね、そう、わかる。ユウも明太子フランス好き。パン屋さんでもしパン買うとしたら、明太子フランスあれば絶対それと、あと、そう、まあ甘いパンでいいのがあればデザート系のパンも頼むか、あ、そう、お惣菜パン2つにしちゃうかな。うん、明太子フランスはね、なんか硬いパン好きだから、そう、なんか柔らかいのって美味しいけど、なんだろう、すぐなくなっちゃうすぐなくなっちゃうじゃないですか、柔らかいから、パク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 みたいな。なんか硬い明太子フランスとかだったら、なんか硬いからやっぱこう結構時間かかるから、それがいいパンの話。うん、でもフルーツサンドとかも好き。最近はね、チーズケーキ、最近というか前からチーズケーキ好きだけど、チーズケーキのそのホール買いをしてみたいって思ってる。ホール食べたい、ホールごと。でもそれをちょっとずつ食べたい。なんかミスターチーズケーキとかさ、有名な、うわ、そう、バスクチーズケーキとか
あとね、なんか兵庫にある、神戸にあるね、なんかね名前忘れちゃったけど、チーズケーキが有名なのが多分あるんですよ。兵庫、神戸、兵庫の神戸、それに興味がめっちゃあります。リクルおじさんじゃないな。あ、観音屋？あ、そうかも。それだ多分。観音屋かも。そう、それそれ。ケーキって美味しいよね。そう、観音屋ってところだ。そう、でも関西とかねなかなか行かないから、まあお取り寄せはできるだろうけど。そうなの、行きたいなーって、食べてみたいなとは思ってます。あっぱれのラジオの芸人の皆さん関西出身だから頼みたいな。あの551とか。そう、そのさ、関西のね、いいね、好きなのいっぱいあるんですよ。551も好きだし、リクロージさんも好きだし、あとカルネパン、京都かな、カルネのパンもう好き、必ず買う。だからさ、早くこう行けるようになったら行きたいんですけど、なかなか。まあでも写真見て満足してます。グレー着てるの珍しい。あ、でもこれよくね、これほんと部屋着って感じ。お家で結構もうこういうラフな服着てます。下はジャージじゃない、これは長い、長い服です。これはワンピース。楽ちん。汗目立ちそう。確かに、でも汗かかない、お家の中だから。今日はもぐもぐはしません。今日はね、ご飯食べてきました。ご飯、うん、もう食べた。うん、アイスね、アイス食べたい、アイス食べたいな。うんうんうん、夏はチョコミントのアイスが好きかな。セブンさんのセブンプレミアムで出てたチョコミントかき氷みたいな、チョコミント氷みたいなのがよく出てて、夏それがすごい好きなんです。今年はまだ見てないけど。
うんうん、チョコミント前はあんまり、うん、だったけど好きになりました。チョコミント、うん、なんかさっぱりするから好きかな。そう、うん、抹茶も、抹茶好き、あとほうじ茶好き、うんうん、さっぱりといえばガリガリくん、ガリガリくんね、ガリガリくんはね梨が好きだな、梨味、うん、梨、梨おいしい、コーラね、コーラ食べたことあるかな、あ、あるかも、昔、そうだね、そうだそうだそうだ、頑張れ、うん、ドボンね、ドボン、ドボン、ドボン、皆さん、あ、ファンの皆さんのおかげで、そう、本当に頑張ってくださっててありがたいです。私は29、30ガチャ引いてまた強くなりました。私もドボン、ゲーム、アプリ、そう、強くなりました。なのでまた、あ、そう、 CM すごい、そう、ファンの皆さんのね、そのチームゆいゆいよしの皆さんだったり応援してくれださってるファンの皆さんのおかげでドボンの CM 出演が多分決定したのかな。すごい嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。そう、 CM は撮ってて前にだから見てほしいというか、自分もまだ見てないんですけど、どうなってるのか見たいなって思ってて、でもそう、やっぱそのナナさんとかユイリさんがすごくお強かったので、あ、できる、あの、自分も結構頑張ってたんですけど、そう、なかなか最近できていなく、でもファンの皆さんが頑張ってくださったおかげで嬉しい、楽しみにしていてください。うん、うん、クラブ推し1位ね、嬉しい、本当にありがとうございます。CM ね、出来上がったら絶対いっぱい見る。うん、
ポカリスエットの CM 好きだったな。嬉しい。そう、昔ね、インドネシアの子たちと一緒にポカリスエットのインドネシアバージョンの CM を務めさせていただいて、今も YouTube に上がってるんですけど、そう、すごい良かったな、楽しかったな。見たことない人はぜひ見てください。ゆゆの爪見せて、今真っ白状態。そう、前撮影で真っ赤っかをつけてたけど、ちょっとさすがに撮って足の爪はね、まだ赤い結構赤いんですよ。撮影だとこう映えるからいいけど、なんか自分でも手見てなんか怖くてびっくりする。えっ？って足の爪とかも見て、えっ？やばいってなる。お風呂入って取れない。ゆゆってポニーテール多いね。ポニーテール、そう、楽ちんだから。暑いしね、夏は。ジムしながら見てます。すごい、ファイティン。フォローしました、ありがとう。ザメモンコのナレーション聞いてる、嬉しい。そう、ぜひ聞いてください。ザメモンコのナレーションしてます。自分で今、うん、キャンキャンもそう乗ってるんですよ、嬉しいことに。とっても可愛く撮ってもらっているので、ぜひチェックしてください。やっぱね、そのキャンキャンとか女性誌はすごい楽しいしね、嬉しい。キャンキャンとか女性誌、そう、ゆいゴルフやってるの？やってはない。だけどこう打ちっぱなしっていうのは何度かこうやったことある、家族で。そう、アンミカさんの今日の一言。アンミカさんカレンダーは今この近くにない。もしかして楽しみにしてくれてますかね。そう、私普段のメール、プライベートメールっていう毎日送るメールに、アンミカさんの日めくりカレンダーをちょっと前まで何日か間送ってたんですよね、皆さん読んでくれてる方に。そう、すごい素敵な言葉なので、私一人でこれ読むのちょっともったいないなと思って、皆さんに共有したいなと思って。とは言っても、そう、日めくりカレンダー
メールでね、プライベートメールしか踊ってる方にしか見れないように。そう、すごい素敵な言葉いっぱい書かれてた。うん、毎日は載せてない、毎日載せたいくらいです。本当に素敵な言葉。好きな言葉、うーん、私前から言ってるのは、まあ、もうあるあるだけど、ありがとうなんですよ。ありがとうっていいよね、なんか。ありがとう、ありがとうっていうのも好きだし、ありがとうって言われるのも好き。何でも結構ありがとうって言っちゃうかも。もちろんその気持ちがあって言うけど、そう、ありがとうって言われると、あ、よかったよかったって思う。あ、またありがとう、まあ、って言われるために頑張ろうではないけど、うん、またうん、頑張ろうって思う。いでなんかすごい大きいアイテムがある。ん？これもなんかあれなのかな？紙アイテム？うん、これ何なんだろう。うん、誰がくださったか分かんない。なんだろう、オリンピックギフト。うん。うん。うん。重量上げてる。へえ。すごい。ということで、じゃあ今日は皆さんと少しだけ話せたのでよかったです。それではランキングを読みます。13位、
けちゃんありがとうございます。12位よしべえさんありがとう。11位ショートショートだよね、ショートさんありがとう。そして10位、なんて読むんだ。10位の方の名前読める方いる？読める？難しい。なんて書いてあるんだろう。10位の方読めません。難しくない？10位の方ありがとう。ルビブットケさん、何、ありがとう。10位の方、また後で分かったら教えてください。9位はるちゃんありがとう。8位しどさんありがとう。7位あやみちゃんありがとう。6位たかさんありがとうございます。5位会いに行きたいさんありがとう。会いに行きたいだってる、あ、ひのとうさんありがとう。4位とっちゃんありがとう。3位かずあきあとまくゆゆよしさんありがとうございます。そして2位けんちゃんアットマークゆいゆいさんありがとうございます。そして1位きくごろうさんありがとう。すごいパチパチありがとうございます。ということで10位の方読めたかな。10位はチェヨウンぐんさんかな。ありがとう、教えてくださった方もありがとう。ということで、急遽でしたが配信見てくださってありがとうございました。また配信しますのでぜひ見に来てください。そして皆さんにまたねお会いできる機会、明日なくなってしまいましたが、またそうですね、何かイベントとかでこの状況が収まってまた会えるのをすごい楽しみにしてます。皆さんも引き続き感染対策して気をつけてください。また SNS とかで更新するので見てね、メールも見てね。おやすみ、ありがとうございました。おやゆいゆい、バイバイ。